皆様こんにちは。本日は鉄道の街大宮鉄道プレーンフェアにご来場いただき誠にありがとうございます。これより車体移動運転の最終回を始めさせていただきます。なお繰り返しのご案内となりますが、今年は運用を終えた廃車車両を使用するため、例年この最終月曜日に行われた回線の組み付け作業の実演は行いませんので、あらかじめご了承ください。それでは早速始めたいと思います。まずクレーンと車体をつるための専用の門型吊り金具の方を接続してまいります。それではお願いします。クレーンがゆっくりと降下して吊り金具と接続してまいります。ただいま皆様の頭上にあります天井クレーンですが、こちらは1機で最大40トンの重量を持ち上げることができます。身近なものに例えますと、皆様のご家庭にあります乗用車がおよそ1トンの重さとなりますので、クレーン1台で自動車40台を持ち上げることができます。車体の作業にはただいま接続しました専用の門型と呼ばれる吊り金具を用いてもらいます。こちらの金具を車体の両側から挟み込んでゲームセンターのクレーンゲームの要領で車体を吊ってまいります。この門型吊り金具は本体重量が1150キロ、車体を吊るための金属製のワイヤーは直径 4.5 センチになります。また金具と車体を接続する羊羹と呼ばれる金属製の金具は1個あたり重量が 2.29 キロございます。クレーンが南北に分かれまして、これより車体の方へ据え付けてまいります。羊羹が車体側の差し込み口に差し込まれ、これから車体上げの準備に取り掛かります。この間リモコンを持ちましたクレーン操縦者は、クレーンと車体の前後左右のバランスの調整を、ハンマーを持った作業員は車体に差し込まれました羊羹が車体に対して垂直に差し込まれているかを確認する作業を行っております。
下がるまで行きます。上がるまで。あ、いや、今何いますか。何も知らないです。車体の吊り上げ準備が完了いたしました。これより車体を吊り上げて、一旦皆様がおられます通路側に車体を移動させた後、南北方向への移動実演を行います。クレーン操縦者の息の合ったクレーンの操縦にもどうぞご注目ください。それではお願いします。車体がゆっくりと上昇を始めました。車体と台車枠は車体から伸びます中心ピンという1本のピンを持ちまして接続しています。車体上げの際にはこの中心ピンと台車枠が接触破損しないよう位置関係を確認しながらゆっくりと上昇をさせていただきます。車体が無事台車より離脱しました。この後皆様のおられます通路側に移動した後、南北方向への移動実験を行います。車体が移動を開始しました。この時間をもちまして、本日使用しております EF6 号形式について簡単にご案内をいたします。 EF65 は平凡区間での貨物輸送を目的として1965年から1979年までの10年間にわたり製造されました。
製造メーカーは川崎重工、川崎電気製造、東京芝浦電機、シア製造、東洋電気製造、日本車両製造、富士電機が担当いたしました。まずはじめに貨物牽引用の基本型となります0番台が135両製造されました。その後、高度経済成長に伴う列車の高速化の需要を満たすため、高速旅客列車牽引用と高速貨物列車牽引用のそれぞれの役割を持った500番台の車両がそれぞれ17両ずつ製造されました。さらにその後、500番台の上方の車両の性能を持つ汎用型として1000番台が139両製造されました。これにより EF65 は合計で308両が製造され、この製造量数は国鉄が製造した機関車の中で最大の量数となります。また JR 貨物に形成されました1000番台は省令の改定に伴う最高速度や保安装置などの旅客会社の所属の車両との違いから新たに1000番の数字が付与され、2000番台として活動しています。旅客並びにその点幅広く使われた EF65 ですが、製造から一番最後のグループでも44年、最初に製造されたグループでは58年が経過していることもあり、後継機であります EF210 形式並びに EH200 形式に活躍の場を移しつつあり、現在ではシンクルミックス化に25両が残るのみとなっております。続きまして、本日使用しております6号2093号機についても簡単にご説明いたします。2093号機は1978年東洋電機と川崎重工により製造されました。落成後は下関運転所に配置され、主に新海特急の牽引を担当いたしました。分割民営化も JR 西日本に在籍し、引き続き下関運転所で寝台特急列車などの運転をいたしました。その後、寝台特急列車の減便に伴い2001年をもちまして JR 西日本から除籍され、 JR 貨物へと移籍しました。 JR 貨物移籍後は岡山機関区に配置され、その後、高崎機関区を経て新住民機関区に所属いたしました。その2093号機も今年の2月27日にここ大宮車両所に会社改装され、電気機関車の役目を全て終えることとなりました。
でも名盤と一緒に撮れなくていいかな。車体が台車の近くまで戻ってまいりました。この後車体を台車の真上まで移し、車体乗せ作業の方に移らせていただきます。それではお願いします。車台の方が降下を始めました。この後、先ほど行いました車体上げと逆の要領で中心ピンを台車枠の穴の中へと入れていきます。中心ピンと台車枠の隙間はわずかですので、この先はバールなどを用いて台車枠を微妙に調整しながら、穴の位置を合わせながら車体を降下させていきます。車体が再びゆっくりと降下を始めました。この間作業車はピンの位置と台車枠の位置を確認しながらゆっくりと位置を合わせていきます。
無事車体が台車の上に戻りました。この後車体から釣りかなんかの方を外しまして、クレーンが車体より離脱してまいります。クレーンが車体より分離してスタート地点に戻ってまいりました。この後門型釣り金具の方を下ろし、クレーンと金具を分離して作業の方が終了となります。以上をもちまして、本日の車体移動実演すべてのプログラムが終了となります。この後も引き続き、鉄道の街大宮鉄道ふれあいフェアの方をどうぞお楽しみください。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。